直してね、はい、皆様にお知らせいたします。頑張ってほしいと思います、ただいまより安藤優也選手の引退セレモニーを始めさせていただきます。ピッチャー安藤背番号16。今一礼をして安藤が甲子園のマウンドに再び立ちます。16年間タイガース一筋、2001年に自由獲得枠でこのタイガースに入りました安藤です。まずはじめにこのような盛大な引退セレモニーを用意してくださいまして、球団関係者の皆様、チームの皆様、阪神園芸の皆様、本当にありがとうございます。そして最後まで残ってくださいました阪神ファンの皆様、中日ドラゴンズファンの皆様、最後までありがとうございます。2017年今季をもちまして、私安藤優也は現役を引退します。2002年4月14日、小さい頃から憧れていたこの甲子園で初めて投げた時の感動、興奮は今でも鮮明に覚えています。プロ初勝利もこの甲子園でした。あれから16年が経ちました。いい思い出、悪い思い出、悔しい思い出、たくさんありますが、今振り返ってみるとあっという間な16年間でした。阪神に入団して今日まで自分なりに必死に全力で駆け抜けてきました。幼い頃から体が弱く怪我の多かった自分が、まさか40の年まで現役でいられるとは夢にも思っていませんでした。大した能力もなく、大した選手ではありませんでしたが、自分の力をすべて出し切った、そう思っています。現役生活にほぼ悔いはありません。しかし一つだけ心残りがあります。それは3度の日本シリーズに出場しながら
一度も日本一になれませんでした。それが唯一の心残りです。日本一という名誉、日本一という目標を今ここにいるチームメイト、そして鳴尾浜で一軍を目指して必死に頑張っている後輩たちに託して今日ユニフォームを脱ぎたいと思います。憧れの甲子園が仕事場となり、その憧れの甲子園で最後ユニフォームが脱げる私は幸せ者です。最後にいい時も悪い時も変わらず支えてくれた家族、友人、ありがとう。そしていつも熱い温かい声援で背中を押してくれた阪神ファンの皆様、いろんな形でサポートしてくれた知人、チームの皆様、この場を借りて感謝、お礼を申し上げます。私の長い野球人生を共に走っていただき本当にありがとうございました。おかげさまで走り抜くことができました。阪神タイガースと日本一の阪神ファンがこれからもこの甲子園より野球界を盛り上げていくことを願い、またそれを確信し、感謝の気持ちとともに最後の言葉とさせていただきます。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。続いて花束の贈呈に移ります。阪神タイガースを代表して福留選手、藤川選手、鳥谷選手、よろしくお願いいたします。そして最後に安藤選手の2人の息子さんから花束の贈呈です。
それではこれから安藤選手がタイガースナインに最後の挨拶です。花束を受け取って、そして今最後の別れということになります。まあでも本当にこういうねセレモニーというのはやっぱりこう見ていて胸をつらうぐらいありますけどね。ありますね。ただ本当にこう自分の思いというのをね全て言葉にして表現をしてくれました。そうですね、はい、よく喋ってくれましたね。そして花束をチームメイトから受け取り、最後は2人の息子さんからも花束を受け取りました。まあ、いろんな方への、ね、感謝の気持ちが非常に多かったですね。はい、そうですね、やはり自分が今ここまでできたということの感謝ですよね、はい、そういうことをきっちりと伝えてくれましたね、はい、大分鬼の台高校から法政大学、そしてトヨタ自動車を経てこのタイガースに入団をし、16年間プレーをしました。背番号16番、今日が486試合目の登板でした。先発がそのうち133試合ありました。77勝66敗11セーブ76ホールド。2003年は中継ぎとして51試合に登板して防御率 1.62 でね、まあ、素晴らしい成績でしたね。そうですね、やはりもう成績的には申し分ないですよね、はい、本当に2005年は先発で11勝を挙げて、これまた優勝に貢献をしました。そしてこの後胴上げです。いやでもいろんな数字素晴らしいんですよ。やっぱり改めて昨年まで30代後半で4年連続50試合以上飛ばすごいと思います、はい、そうですね、これね、まあ、先ほどからいろいろ話してますけど、はい、リリーフから先発、先発からリリーフ、大変なんですよ。大変だったと思いますよ、もう私はね本当にほとんどリリーフの経験ありませんので、はい、分からないんですが大変だったと思います。憧れていた甲子園で16年間たくさんの思い出が詰まった甲子園でチームメートの手で胴上げをされる安藤です。なんか今年はたくさんいいシーンをこの甲子園で見ましたね。あ、そうですね、まあそれとまだまだこれからクライマックス、はい、まだありますけどね、クライマックスの後ね、はい、またいいものを見せてほしい、はい、1回、2回、3回と安藤が宙に浮きました。相当体重ありますからねなかなか上がらないですねラウンド中央で胴上げをされた安藤です。あ、亮太かな、新井亮太も胴上げをされますね。引退の報道も出ているこの新井亮太、今日もはつらつとしたプレーを見せて甲子園を沸かせました。そしてここでその新井亮太も甲子園で胴上げです。大柄の新井亮太が3回4回宙に舞います。まあでもね、新井亮太もそうですし安藤もそうですが本当に人間性も素晴らしいんで ね素晴らしいですよ、本当に本当に素晴らしい。あ、マウンドに立ってふかふかとお辞儀をする新井亮太です。まあ、今日は一つサードのファインプレーね、ありましたね。そうですね、はい、もう最後も最後までね、やっぱり本当に全力プレー、はい、素晴らしい。亮太コールが起きました。
それではただいまから記念撮影を行います。選手の皆さんは今一度マウンド付近にお集まりください。まあでも本当にこういろんな入れ替わりが必ず、ね、ありますので、はい、こういうメンバーでこうやって撮影できるのは最初で最後ですよね。いやそうですね、まあ、それと全員が全員こういうふうな形で、はい、して送ってもらえるかというわけでもない、うん、はい、しかしこういうふうな形で送ってもらえるように、成績を残して頑張ってほしいなと、はい、プロに入る限りはね、はい、まあ、これも目標の一つになるね。そうです、そうですね。この甲子園での記念撮影、まあ、今日はゲーム内容も良かったですし、そういう中でまあこういうセレモニーもあって、お客さんもね、はい、たくさん残ってくれましたですからね。まあ、ですからいろんな思いを胸にこうね、クライマックスシリーズ向かっていけますね。はい、そうですね、これで勢いがついてくれればいいと思いますよ。はい、いや、本当そうですね。4日後にはまたハードな戦いがこの甲子園で繰り広げられます。そうですね、明日からまた切り替えてですね、そしてこれから安藤選手がファンの皆様に感謝の気持ちを込めて場内を一周いたします。ファンの皆様のところに参りますので、席を離れて押し合ったりしないようにお願いいたします。まあ、ファンの後押しという話もあるので、本当にこうファンを大切にしてくれるプレイヤーの、ね、一人でもあった安藤投手です、はい、まあ、そういう人柄はファンもよく見ています。まあ、新井亮太も一緒に場内を一周するようです。その右腕でファンの握手に応えます安藤です、うん、まあ、こういうところも人柄が感じられますね、うん、そうですね、まあ、これはファンも嬉しいでしょう。そして まだ球団からの正式発表はありませんが、引退報道も伝えられている新井亮太、新井亮太も監督をやって握手をしています。そうですね、亮太も新井亮太も中日からこっち来ましてね、はい、もういろんな意味でしっかり頑張ったと思いますよ、そういう思いが、その頑張ってくれたという思いがね、不安の心の中に残ってるんでね、はい、まあ、ドラゴンズ時代はホームラン1本、でタイガースに移っては39本のホームランを放ったわけですから。そうですね、よく頑張りましたよ、本当に、まあ、お兄さんと一緒に出場するっていうのは喜びもあり、またこういろんなプレッシャーもあったでしょうね。もちろんそうですね、先発そしてリリーフと大車輪の活躍をしたプレーヤーです。だから本人の口にもからも出ましたけれども、日本一を、ね、達成できなかったというところはやっぱりありますんでね、うん、まあ、それは後輩に託すということもあるでしょうし、また何らかの形でね、グラウンドに戻ってくることもあるかもしれません。一人一人と本当にこう丁寧に声をかけながら握手をしている安藤です。まあ、去年一昨年なんかも
まずさんに今年の桑原みたいにワンアウト満塁とかノーアウト満塁で出てきてピシャッと抑えてっていうチーム結構ありましたね、はい、ありましたね。もういろ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 たくさんありすぎて私も記憶の中にね本当になかなか残ってないんですけど、はい、いや本当にいろんなケースで登板し、いろんなところをね切り抜けてきたピッチャーですからね、まあ、それこそあの先発からこうリリーフに回った時にもあの先発とリリーフのそのねチームの違いは何がありますかって話を聞いた時にやっぱりこう全然違うっていういろんな話の中でこうリリーフは初球から決め球投げなきゃいけない時があるっていうね話をしてましたが、そうですね、遊ぶことができない遊び球を使えないというねところありますよね。もうなんか組み立てじゃないんだってね、もう初球から勝負の時があるんだっていう話はもうそこはもう全然違うんですっていう話は ね、はい、そうですね、してました。まあよくこういろんなあの例えばあるんですけれども、うん、まあそれが両方やった投手から聞くね、うん、その説得力のある言葉っていうのはあなるほどなと思いましたけれども、まあ、安藤の場合ですからその初球からそのフォークを ね、先発の時初球からフォークを投げたことはなかった、あ、はいはい、リリーフの時は初球からフォークを投げることが結構 、うん、ありますという話も当時していました。あの寺西さんね、はい、先発の場合は例えば5回6回投げて、2点3点取られてもあの合格点だというふうに言ってもらえるんですよ、まあ、クオリティスタートなんて今言いますからね、試合を作ってるなということを言ってもらえる、しかしリリーフの場合はピンチの場面で出ますんで、ランナーを置いたりとか、新しい人数、そういう中で1点取られればこれもダメなんですよ。そうなんですよね、しかもねあの前の投手が残しているランナーがいる場合も多いですから、そうなんです、そういう場合は1本ヒット打たれてもいけない、そうなんです、そうなんです、そうなんです、もう本当にあのホームを踏ますということはこれはもうリリーフ失敗なんですよ、そういう、ね、ホームを踏ませないところがありますんでね、ですからそれを両方経験してきる、してきた安藤というのはそれはすごいと思いますよ、はい、私はリリーフ行ったらほとんど打たれてましたですからね、あ、そうですよまあそれがやっぱり難しいってことですよね、そう難しいです、まあでもそのこうリリーフそして、先発で経験したものをまたね、若い人たちに伝えてほしいなというのもありますね、そうですね、まあ多分そういう風な方向になるんじゃないかとは思いますけど、はい、まあどういうような形でいくか分かりませんが、やっぱりこういう立派な成績残してきた投手、そして性格的にも素晴らしい投手に関しては、やっぱり後輩をしっかり指導してもらえるような立場に置いてあげてもらえれば、私たちは、まあ、嬉しいなと思いますけれどもね、まあ、それがねあのチームの財産になりますね、そうですそうです、それでなければもったいないんじゃないかなと思ったりしますけどね、一生懸命プレーヤーの時に真面目にやってきて、まあ敗戦ならということはないと思いますけどね、まあ、例えば今回もその引退試合ということになってね、ラスト試合がこう、伸びて伸びてということがあったじゃないですか、まあ、この間もいろんな準備を、ね、安藤してきたわけで、ね、そうですね、まあ、今日の結果なんかどうでもいいんですけど、もう本当にこの場で投げれたというね、安藤自身もこれだけのお客さんの中で、お客さんにあの囲まれながら投げれた、そしてチームに支えられたという感謝の思いを持ちながらね、全力で投げましたから、まあ、本当に納得の引退じゃないですか、まあ、福原投手の時もそうだったりして、やっぱりこうね、しかも一筋でね、先発もリリーフも両方やってそうですね、くれたピッチャーというのはね、あの福原も本当に同じね、道を歩んでるんですよ、安藤とね、そうですよね、まあ逆か、安藤は福原の方が上ですよね、両方経験できるというできたということの幸せですね、はい、まあ、チーム事情でいろいろこうね、職場というのはピッチャーでも変わる場合は応援してあるわけですけれども、そうですね、まあ、そこでやっぱり変わらず結果を残し続ける期待に応え続けるっていうのはね、本当に、並大抵のことではありませんから、はい、まあ、その中では両方の結果を残したというところでも
安藤は素晴らしいピッチャーの一人だということは言えるでしょう。はい、そうだと思います。まあ、来亮太も本当に今日は最後までフルスイング、あの第1打席目がね、あの福谷ももうまっすぐまっすぐで来てくれましたから、そうですそうです、150キロフルスイングというね、はい、非常にこう気持ちよかったですね、気持ちのいい戦いを見ることができました、はい、まあ、そして安藤もこう結果1イニングということでしたが2人投げてね、ホームランということで、しかも石川の、プロ第1号のホームランというのもありましたけれどもまあ先ほども言いましたが、はい、石川にとって、ね、安藤の、引退試合で、はい、本当にこうホームランを打てたという一生の、まあ、宝物でしょうね、まあ、これから、ね、どんな選手として育っていくかは分かりませんが、でもその第1号は必ずこういろんなプロフィールに載りますよね。そうなんです、そうなんです、まあ、甲子園でね、はい、まあ、そういう意味では今日の試合というのは本当にいろんな要素が絡まったいい試合でした ね、まあ、これで甲子園は34勝2引き分け26敗ですか、あ、はい、ということでシーズンは終わりました。さあ、まあ、この数字を持ってそしてこれをいい形でね、はい、クライマックスシリーズ甲子園のまずは、まあ、2戦もしくは3戦で、はい、投げていってほしいところです。まあでも本当にこうラスト試合が伸び伸びになりましたので、4日後にクライマックスシリーズベイスターズとの戦いがあります。まあでもこの今回っている2人がこうやって丁寧に挨拶回っているというところを見ても、やっぱりそれだけね、たくさんのこう後押し勇気を与えてもらったファンの皆さんへの感謝の気持ちってのは尽きないんでしょうね。いや、そうですね、まあ、それと僕はね、今こういう姿を見ながら、はい、まあ亮太もね、はい、同じで一緒に回ってますけど、あのあそこにベンチで彼らの様子を見ている若い選手たち、はい、まあ、中堅の選手たち、あのユニフォームの着れてるうちにね、はい、今こんなにしてユニフォーム着ているうちに自分のあの悔いの残らないように頑張って、いい成績を残せるように努力して毎日頑張ってほしいと思いますね。そうですよね、いつか必ずやっぱりこういう形でね、はい、チームを去らなきゃいけないことも、はい、になるわけですから、その時に本当によくやったなと、うん、自分で言ってやれるようなね成績残してほしいと思います、はい。まあ、それと同時に、ね、プレーもそうですが、こうファンを大切にする気持ちとかね、こういうものもしっかりと受け継いでほしいですね。もちろん全てそうですね、まあ、このような舞台を設定してくれるっていう、はい、ような選手にならなきゃいけないということですね、まあ、これ本当に広い甲子園球場を一周している状態なんですけれども、一塁のベンチ前では選手が ね、その様子を見守っています。ですからなかなかこうやってファンの皆さんもそうでしょうし、まあ、選手もねこういう形でファンとこう触れ合うことがまずないですからね、ないですよね、まあ、最近は試合の終わった後ね、はい、一周主軍選手はこのような形で一周しますけれどもね、この場内に流れている登場曲で安藤が登板をしていたわけですが、まあ、この登板登場曲もね甲子園で聞くのは最後ということになります、うん、
まあ、はい、彼ら2人のに限らずですけど、みんな最近いろんなインタビューなんかでもインタビュー慣れしてですね、はい、本当にマイクの前でおどおどしないで、はい、いろいろ話してくれますよね、もう彼らはね、この2人は特にね、はい、いろいろ話をしてましてもね、丁寧に、言葉丁寧に本当に心からね答えてくれるタイプの選手ですね、はい、2人ともね、はい、まあそういう丁寧さというのはおそらく野球とかいろんなものにつながると思うんですけどね、と思いますね、はい、それはプレーでもそうでしょうし、練習でもそうでしょうし、例えばこう道具の扱い方でもそうでしょうし、ね、もちろんそうですね、まあ自分の成績は良くても悪くても、はい、人の話には耳を傾ける、きちっと答える、はい、そういう選手たちですよね、彼らはね、はい、それがあるからこうファンにも選手にも愛される、はい、というところあると思います。人間的にも立派ですよ、はい、この二人は、寺西さん、はい、桐山さんどうぞ。金本監督なんですがね、はい、今日の試合振り返りまして、メッセンジャー良かったねと、フェイスカバーも言ってたし安心したと振り返りました、球団タイ記録の7連続三振だったんですが、うん、まあ、記録とかよりも今日は状態しか見てないからと話しましたね、はい、打線はあのチャンスでポンと決めてくれたということで理想の展開だったということです。はい、大山に関しては体の開きが目立っていたから、ずっと片岡コーチが逆方向を意識させて打たせていた、それがもろに出たねと、あの三塁打ですよね、でその後のホームランにもつながったと振り返りましたね、で最後に甲子園で2つ勝てて、そのままいい形で CS に入れるのかなと、ね、話しましたね、それから、ただこのシーズン全体を振り返りましては、目標は優勝を目指してやってきたので、はい、そこはやはり悔しさはあると話しました。ただその中で若手の底上げとリリーフ陣の確率、そこは去年なかったものでしょう、ということですね。で、コウスケもある程度休めさせながらというのも分かったしと、はい、力を出すということですね、ただ糸井の、故障とか鳥谷のアクシデントなど1年を通じてメンバーをなかなか固定できなかったと、そういう中で貯金17というのは選手を褒めてやりたいと話しました、はい、でこの安藤投手に関してはね、2003年と2005年2回優勝している同志だからと、あの2回の優勝はアンちゃんがいなかったらできていないから、はい、僕は安藤に優勝させてもらってると思うし、優勝させてもらったと思うし、いい思いをさせてもらったと思ってるよと話しましたね、はい、そして、最後に CS に向けてはキーマンを聞かれて、最初はねキーマンとかもうみんなでしょと話しました、いないよということだったんですが、はい、ただ野手で言えばやっぱりあの3人、いつも言ってる福留、糸井、鳥谷ですね、あの3人が背中で結果で見せてくれて、後半はリリーフでつなぐ、このうちの野球だということですね、はい、だけどやっぱり全員ですよと、みんなで助け合って戦い抜くという姿勢は CS も変わらないという話で、会見が終わっています、はい、リーグを2位でフィニッシュして、さあ本当にこう日本一へ挑むということがね、はい、挑むのパート2がこれから始まるわけですよね、はい、そうですね、場内を本当に丁寧に一周しました安藤、そして新井陽太、まあでも裏を返せばこういう風な形でお別れできるという幸せですよね、本当そうですよね、あと1回目丸のちっちゃめぐらいで、そしてこれもビジョンに映し出されていますが、選手のサインです、最後のサイン、背番号16を書きました、安藤投手お疲れ様でした。さあ、まあ、先ほどもクライマックスシリーズの、ね、話が金本監督からも、はい、コメントあったようですけれどもね、はい、
上田二郎さんはどうですか、あのそのクライマックスシリーズのポイントとしてどういうところを考えていらっしゃいますか。うん、そうですね、はい、まああの D、まあ、ワンステージですか、はいはい、ここで甲子園でやるワンステージに関しては、はい、僕はねあの今まで、まあ、バッティングで点数を取るうんぬんというような形の戦い方、はい、これがあのいわゆる甲子園の有利な戦い方、甲子園だからという戦い方ですよね、はい、センターラインを中心とピッチャーを中心とした、そういう戦い方になるんじゃないのかなと、はい、大きな点数の入り方はしないような気がするんですよ、まあ、接戦になるでしょうね、ですから金本監督は、はい、そういうふうな、ピッチャーを中心とした戦い方に徹するんじゃないのかなと思ったりはしてるんですけどね、はい、じゃあ改めてご覧いただきましょう、14日から始まりますクライマックスシリーズのファーストステージで、その後1日空いてもすぐに、そのファーストステージを突破した方がファイナルステージに行くということになります。まずは、まあ、ファーストステージをこの甲子園で勝ち抜くというのがね、そうですね、最初の挑む挑戦ということになります。まあ、阪神のピッチャー対、はい、あの DeNA の、はい、バッター、ね、ロペス、特にこう中軸のね、 そうですね、はいはい、まあ、そこの戦いでしょうね、まあ、あのそういう接戦になるという話が上田二郎さんからありましたけれども、はい、今年1点差ゲーム24勝13敗はこれ広島より上なんでね、はい、あ、はい、そうですか、接戦に持ち込めば、はい、リーフ陣も含めてね、はい、ぜひそうしてほしいと思います、はいはい、まあ、そして今日の甲子園の最終試合ですが、なんといってもメッセンジャーの復活というのはこれは大きいですね、大きい大きい、もうこれで安心ですよ、はい、本当に。まあ、そしてあのちょっとこうなかなか9月に入って甲子園で勝てない嫌な流れがあったんですが、はい、まあ、10月の、5日とそして今日の10月10日の間空きましたけれども、はいはいはい、連勝でフィニッシュできました。うん、もう普通にね、普通に戦える形はできましたね、はい、まあ、そういう中で、まさにこう1回の、ね、はい、ランナー出て、内野ゴロで2塁進んでタイムリーヒット出てという形、はい、でランナー溜まって大山がこうバッティング練習で積み上げてきたものを出したセンター右へのタイムリーセリエースがありました。そうですね、はい、まあ、あの何べんも言うようですが、はい、少ない得点を守り抜く、これがあのシリーズ の一番のポイントじゃないですか、まあ、そういう中ではね、あの今年頑張っていたリリーフ陣がもう一踏ん張りというところもね、はい、もう一踏ん張り、二踏ん張りですよね。そうですよね、はいはい、まあ、とにかく投手を中心としたこう守り勝つ野球で、はい、この2017年残りの挑む部分、はい、パート2をね、はい、ぜひいい形でまずはこの甲子園でね、はい、勝ち上がってほしいというところです。お伝えしてまいりました2017セリーグの甲子園の甲子園でのラストゲームとなりましたタイガース対ドラゴンズの最終戦、6対1でタイガースが勝ったゲームをお届けしました。タイガースは2017年78勝61敗4引き分けの2位でフィニッシュ、いよいよクライマックスシリーズの戦いということになります。解説は上田二郎さんでした。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。それではこの辺りで阪神甲子園球場からお別れです。